はい、SEK の勝也です。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。本日の動画は僕の実践トレード解説となります。でトレードしているポイントは僕の好きな揉み合いからのブレイク、ここを取っています。でこのポイントは入った瞬間含み益になりやすくて、かつ利益が伸ばしやすい、まあそんなポイントになっていますので、ぜひですね、ご参考にしていただければと思います。またこの動画がいいなと思われた方はですね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。なお今 SEK では遠藤健二のデイトレ注目銘柄無料で配信しております。詳しくは概要欄ご覧いただければと思いますが、メールアドレス登録するだけで無料でですね、翌日の注目銘柄受け取ることできますので、まだ登録されてないという方はですね、ぜひ登録してみてください。よろしくお願いいたします。では早速トレード解説動画見ていただければと思います。上値ここですよね。上値ここの、下値ここのレンジだから、そうですね、これでこの辺りで押さえて、もうちょっと揉み合ってくる、きながらこの辺りブレイクしてくるようなパターンになってくると、面白そうですね。調整としては面白いですね。まあ、こんな感じで見てますね。こんな形で、まあ、崩れたら面白いなみたいな感じで見て、場中の揉み合いからのブレイクを探していくっていうところの見方に関しては、まあ、こんな感じで今見てるという感じですから、まあ、この後どうなっていくかをこう見ていこうというところですね。で、このパターンだと、ここがどこまで意識されるかなんですよね。例えばこのまま想定通り割ってきて、下降のトレンド、まあ、今日初めて下降トレンドが出たとして、このヒゲですよね。このヒゲがどこまで意識されるか、おそらくされないと思うんですよね。この感じだと。今割ってきましたかね。割ってきましたね。これ手仕舞いをどう考えていくかなんですけども、まあ、ここの安値があるので、今全部が整えてきてるので、基本的には持ちたいんですよね。特にスナイパーの、パターンはですね、トレンドが出る可能性が高いので、できる限り持ちたいんですね。まあ、なので今これ1分高値超えてきてるんですけれども、ここでは手仕舞いしたくないんですね。まあ、最悪別にもうどうでもいいやぐらいな感じですね。ここで手仕舞いするぐらいだったら、どうでもでは耐えたいっていうような感じで見ることが多いですね。で、ここ。この、こういうパターン、スナイパーとかで狙っていくときに、この、道値じゃないや、直近安値みたいな目立つものがあるときは、まずここまでを見るんですよね。ここまでを見て、ここでどういう動きをするかを結構気にします。このパターンでいくと、ここをですね、すぐ割ってくるかどうか。で、弾かれて、弾き返され方が強かったらちょっと嫌なので、すぐ逃げるとかっていう、まあ判断に変えたりするんですけれども、意識されなそうですね。結構スパッと来ましたもんね。そうですね。このパターンだと意識されないんですよね。で、そうすると、今日の安値は割ってきてるので、変な話、まあもう、支えがなくなってトレンドが出ていくっていう状況ですね、これ。こうなったらしっかりと、伸ばしていきたい。ならなかったら伸ばさないですけども、こうなったのでしっかり伸ばしていきたい。まあそんな感じですね、イメージとしては。で、ここですね。ここ一旦手仕舞い入った方がいいですね。1分ゴールデンしてきて、高値を超えてくる。で、3分も高値を超えてくるんで、ここでおしまいですね。で、あと実際どう動いていくかっていうのは、まあ、組の見ろ知るみたいな、もう自分は知ったこっちゃないみたいな感じですね。これはどちらかというと、まあ、揉み合いからのスナイパーの探し方と、で、実際にトレンドが出た時の、伸ばし方っていうのはこんな感じです。まあ、今の動き、ちょうどブレイクする前から撮ってましたので、あ、そんな風に動いてるんだ、こういう風に動いてて、で、トレンドが出る前の移動平均線の向きとかってなんかこんな感じなんだ、みたいのをですね、見ていただくと、非常に、まあ、参考になるのかなというところですね。まあ、三角持ち合いというよりは、上下いけない、三角になりつつ、上下いけない、レンジブレイクのパターンでしたね、これは。
レンジブレイクのパターンで整えて、まあ、こんな感じでございますので、ご参考にしていただければと思います。